信州小谷の竹仁街道潮の道に来てます。この竹仁コースのご案内というか、途中に百人観音賽銭箱がありまして、その隣に赤い帽子をかぶった地蔵さん、その後ろが百人観音ですね。大体違うんでしょうけども、ざっと数えてみましたけども、やっぱり何体か足りないですね。この辺のところを持ち去ったのかもしれません。観音様が木の根元までざっと並んでますが、2列大体最後にこの観音が見守っております。ちょっと雨が降ってきましたので、ここで終了させてもらいますが、潮の道百人越えコースを歩いて、この百人観音を